どうも、ジョウスケです。今回は京急線日の出町駅に来ています。駅から野毛山公園を目指し、散策地区をぐるりと回り動物園へ。ざっくりと野毛山動物園内を歩いたら、お次は野毛山公園の展望地区で横浜の街を眺めます。本日の散歩飯は日の出町駅前高砂屋さん。このチャンネルでは横浜市の自然を楽しめるスポットを中心に歩いています。横浜や散歩がお好きな方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは参りましょう。日の出町散歩スタートです。はい、こちらは日の出町駅前。ちょっと圧迫感がありますがね、面白い作りですね。こちらは駅前平戸桜木道路、直進すると桜木町方面、今回は左に折れていきます。こちらの横浜駅根岸道路、ずっと穏やかな上りになっていますね。野毛坂交差点を左へ。日の出町から徒歩数分ですね。野毛山公園に到着しましたね。ちょろっと野毛山公園を歩いていきます。ラジオ放送普及を目的に放送を流す塔として建てられたようです。ここはかつてラジオが聞けたんでしょうか。面白いですね。横浜開港の尖閣者佐久間昭山の碑があります。調べてみたら強面で180センチくらいあったようですね。フェリーがお辞儀したとかしないとか。ここはですね、野毛山公園の散策地区なんですけど、池の周りをはじめ綺麗に紅葉していて、夢中になってね写真撮っちゃいましたね。とても美しかったです。さあ動物園へ向かいましょう。歩いてたらですね、動物園バス発見したんですよね。撮れたかなと思ったら、なんとか。寄り道をせずに日の出町駅から歩いてくれば10分くらいの距離ですね。ずっと上り坂なんで、途中で公園で休んだりするのもいいかもしれません。はい、無事到着しました。では早速園内を回っていきましょう。今回はですね、ルートを全く気にせず気の赴くまま歩いてみました。こちらは爬虫類館ですね。
いちごさんは左利き、器用にリンゴを手に持って食べていますね。この顔を見てください。可愛いですね。いや、癒されました。次は仲良しショップに寄ります。動物たちの薄皮まんじゅう、お土産を買いました。動物園を出て野毛山公園展望地区を歩いてみましょう。フェンスで覆われ、現在は耐震の問題で立ち入り禁止。ここは旧野毛山排水池、水を貯めておく施設ですね。現在は使われておりません。日本初の近代水道を作ったヘンリー・スペンサー・パーマーの碑がありますね。バスケットコートに健康遊具もあり、子供から大人まで楽しめそうですね。ここ芝生広場の下が新野毛山排水池になっています。たくさんの水が溜めてあると思うと不思議ですよね。お次は展望台へ。2011年にリニューアルされたようですね。11年ほど前ですかね。はい、到着しました。ここはあれですかね、夜来たら夜景がすごい綺麗そうですね。まだ来たことないんで夜来てみようかな。開口場は海と山に囲まれた土地で、入り口には関門が置かれました。この関門の海側にある町を関内、伊勢崎町側を関外と呼びましたとありますね。今は関内は残ってますけどね、関外とはあまり言わないですよね。今面白いですね。吉田神殿ができるまでね、このちょうどオレンジ色の部分、吉野町、坂東橋、伊勢崎、長者町、この辺りは全部ね、埋め立てられたということですね。2003年まで野毛山プールがあったらしいですね。知らなかったですね、これは。こちらは反対側から見た旧野毛山排水池。こちら側から見た方がちょっとおしゃれな感じですよね。ちょっと中に入ってみたいですが、残念。2022年大晦日、今年最後の動画となりました。マイペースな活動ですが、見てくださる方がいて動画投稿を続けることができています。年明けにご覧になる方が多いと思いますが、2023年の活動の励みにしたいので、見たよとか動物園に行きたくなったなど、簡単な一言でもいいのでコメントをいただけると嬉しいです。コメントが面倒だなって方は高評価をポチッと、チャンネル登録がお済みでない方は登録の方よろしくお願いします。